星間さん、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。今日なんですけど、はい、テーマがあって、うん、おすすめの朝シャツを教えてほしいっていうところで、まさに今僕着てるやつ。そうだけどね。そうですよね。そんなこともあろうかと思って一応持ってきました。この夏おすすめのやつ3枚。どれからいこうかな。まず今日着てるものからでもいいですか。今日着てるのはいつも僕が着てるやつ、アルコディオ。アルコディオ、アルコディオの前立てあるバージョンのやつ、で小襟のジーノっていうタイプのアルコディオのやつで、色がすごいいいよ。日焼けにぴったりですね。ね、いいよね。日焼け足すカーキってもうオリーブグリーンというか、もうこれもうぴったりだよね、ここ。そしてそのサングラスがいいですね。その合ってますよね。全部トータルだよね。で、ね、WH のソフトなこのプレーントート、これドルチェ&ガッバーナのやつだけど、なんかそういう夏に行きたいというか不良のリゾート地。しかも安いんだよこれ、なんか8800円とかだから。うわ、そうでしたっけ。安っ。まとめて買うよね。だからオリーブだけでまとめて3枚買おうかな。じゃあ、うわ、じゃあ3枚お願いします。ここにちょうどいらっしゃる。もう1枚は、はい、全然またタイプ違うんだけど、でもこれも同じようにリラックスして着たいやつかな。お、これカプリシャツっていうんだけど、カプリシャツ、カプリシャツっていうのはイタリアの、南イタリアナポリの船で行くと30分ぐらいで、はい、イタリアのハワイって言われてるところがあって、まあ、俺が勝手に言ってんだけどイタリアハワイじゃないかって言うんです。すっごい素敵な島があるんだけど、そこに行くとみんな着てるやつですね。へえ、はい、よくカプリシャツとは聞きますけど、はい、まあ、本当にそこで生まれたっていうような感じなんですか。そう、まさにあのカプリ島の人たちがよく着てるやつで、これどういう特徴があるかっていうと、はい、ワンピース1枚のピースで作られてる襟ですね。でここにボタンホールじゃなくて、ここに持ち出しがあって、ここで留める感じ。まあ、でも今度止めないけどね、かぶってもこのまま開けたまんま、あ、もう止めて着るなんてやぼ。あ、なんだろう、もうこれ着ちゃってもいいぐらいでも本当にで思っちゃうぐらい、ぐらい、うん。でここには袖口には4分の3丈でスリーブにここにスリットが入ってて、あ、うん、サイドにもスリットが入ってますね。前が短いのかな、ほんのちょっとね、ほんのちょっと短くて後ろここにサイドこのぐらいの 9.5 センチぐらい、なるほど、10センチぐらいかな、うん、そのぐらいの動きやすそうですね。大クワガタぐらいかな。大クワガタぐらいのスリットが入ってますね。これも黒のパンツとかいいよ。これピッと白と黒だけどかっこいい、潔い感じでね。中に何も着ずに、まあちょっと透けるようだったらタンクトップとかでもいいね。白のタンクトップとか。なるほど。でもかっこいいかもしれない。ちょっとここ透けるのが気になる人はね。うん、まあその瞬間だけフッてすると、フッてこう引っ込むから、そういう人もいますけど。何言ってるんですか。これがどこのでしたっけ。これはね、チリエルドっていうナポリの。チリエルド。うん、この間ナポリ行ってきて、でそこに行った時にいろいろ別注かけてきたやつですね。あ、そうなんですね。かっこいい。初めてですかこれ。チリエル初、はい、ストラスブルゴで扱ってって、ストラスブルゴのアドバイザーやってる諸沢さんとナポリの、本当にもうこんなとこに工場あんのっていうところまで行って、あ、実際に行ってきて、もうあのお店に買いに行ったんじゃなくて、はい、あの工場まで行って、なんかナポリのわーってうるさいおばちゃんたちがなんかこう縫ってるところがあって、ちゃんと見て。手仕事なんですね。手仕事、いいシャツです。これちょっと高いのかな確か。 おいくらぐらいなんですか。4万円ぐらい、4万ちょっとかな。これね、でも白と黒があるんだけど、黒もかっこいいよこれ、はい、すごくおすすめです。そしてもう1枚、これも去年爆発的にもうすごい人気だった、あ、これまさかランバンコレクションの、あ、出ましたね。これもちょっとショートスリーブのスキッパー型、スキッパースキッパーというか、まあ、ポロシャツっぽいシャツ、半袖のシャツだね。ここにね、一応ボタンが止めるのついてて、まくり上げられるようになってるんだけど、これも割と身幅があって着丈が短いみたいなタイプの、あ、なるほど、ゆったり着る感じ。これもかっこいい、すごいかっこいいですね。これが3万円ぐらいかな、3万3000円かな。これもおすすめです。あ、これ僕去年買ったんですけど、うん、去年とちょっと色が違うんですか。これはね、色はね、去年と変わってて、チャコールグレーかな、はい、少し、ちょっと黒よりもほんのちょっと浅い感じ、あ、ほんの少しだけどね。でもオールブラックでも着てもかっこいいから、ね、あ、いいですね。これもボタン止めなくていいんじゃない、なんか全焼きで、で中に着るんだったら白いタンクトップとか、あ、白いタンクトップ、スクエアなやつとか着たらかっこいいよね。あ、なんかちょっと、まあもちろん丸でもおかしくないんだけど、かっこいいと思う。これ開けてる方かっこいいね、不良っぽい。こ
これもなんかいい色の麻ですね。そうだよね、これね、やっぱりくたくたに洗った方がいいの、うん、もうガッガン洗っていった方がいいね。これもそうだし、これもそうだし、これもそうだし、自分自身もそうだし洗ってった方がいいどういう意味だ日焼けして日焼けすると、はい、ホテルじゃない、はい、で痛いじゃない。痛いですね。だから柔らかい朝がいいんだよね、そういう時に乗った時に乗ってくる、その方がこうリズムが何の話してんだろうなそんな感じで大丈夫ですか今日この南蛮コレクションさんのスキッパーポロ、こちらはおいくらぐらいなんですか。これ3万円ぐらいじゃん。3万円ぐらい、うん、買いやすい値段で。いや、どれにしようかな。まあちょっとね、同じような感じだけどね、ちょっとずつ違う感じ。これが一番シャツっぽくて、はい、次シャツっぽくて、はい、でも一番リゾートっぽいの、これもしかしたらカプリシャツかもしれないけど、うん、ありがとうございます、はい、悩んでください。はい、ありがとうございます。